群像は、講談社発行の月刊文芸雑誌。1946年10月創刊。群像新人文学賞を主催し、野間文芸賞と野間文芸新人賞の受賞発表も行っている。講談社の純文学部門を担う位置づけとされており、同社の小説現代が大衆小説部門を担っているのと対応なす。群像新人賞が優れた新進作家に、 多くの道を開いたこともあって、実験的な手法による作品が掲載されることが多い。主要文芸誌の中で、群像新人賞のみが評論部門を持っていることもあり、新人評論家発掘に功績がある。三人による創作合表、匿名辞表、カン学学などの名物コーナーもあり、それが特色ともなっている。この、群像と新潮文学界、 スバル、文芸は、五大文芸史と呼ばれ、これらに掲載された、短編、中編が、芥川賞の候補になることが多い。2012年現在、印刷証明譜の月間発行部数は7000部。モテアイテム不要の、1984という時代、村上春樹になってはいけない、第3回、プレジデントオンラインプレジデント衝撃。あの最高年齢受賞の芥川賞作品は、 ダイジェスト版だった。黒田夏子、AB35 オリジナル駅レビ。ありがとうございます。